これからとてつもない工場見学をお届けしたいと思います。ボタンみたいのを止めて製品化してる。430か。ドライカーボンなんで、このベースに張り込むっていう作業をしてます。釜に入って高温高圧かかることによって硬化すると。めっちゃ軽い。そしてめちゃくちゃ硬い。ご覧ください、このパーツ点数。普通のウェットペイントっていうか、これ急急に。これからペインティングルームを見せてもらえるみたいです。で、カプリストの場合はパウダーペイントって言って、その粉体塗装、粉を吹きつけて焼く塗装と、まあ、普通のウェットペイントっていうか、これ急急に GT3 じゃん。やばー、すげえ。ちょっとこれ見たいけど、すげえ。This is also in a raw condition before it goes for painting. For example, for Huracan bonnets or mirror capes, 488, airbox, yeah, and then we'll be painting in glossy and so on. これ Huracanのボンネットって言ってるの？ミラーカバーと。And there are the painting parts. ああ、中でちゃんと塗装ブースがあって、職人さんが。これウェットかな？ウェットだね。塗装されてます。ブースが2つあるのかな、こっちとこっち。So we go to the polishing room? Yeah. ちょっとこっちは一旦置いといて、ポリシングルームちょっと見せてもらいたいと思います。さっき見てもらった工場で組み立てたマフラーがこっちでポリッシュ、磨かれるというエリアになります。最後の仕上げで全部これを磨く。これはもうポリッシュされてるやつですね。全部この溶接焼けがなくなってるのがお分かりいただけますでしょうか。全部この隙間も溶接焼けがなくなってると。 For example, Lamborghini Aventador。 あ、これアベンタドール。あ、職人さんが今コネクティングチューブをビカビカにしてるという。そこのとこだけかな。あ、だからお分かりいただけますよ。こんな感じで磨いてるという。すごい、専用のこのポリッシュマシーンで。わーわーわー、これ355のやつ。こんな感じで磨かれております。 For example, only the newest R8 model。R8 のやつなんだ。新しいやつ。あ、ニュー R8 のやつ。ステンレスって、まあ、その名の通りステインレス、まあ、着色レスしないっていうところからステンレスって来てるんですけど、この表面が不動体膜っていう特殊な膜で覆われてるんで、まあ、錆びにくい。基本的に錆びないじゃなくて錆びにくいなんですけど、そういう金属になります。でこれ溶接して、溶接焼けがあったりすると思うんですよ。溶接すると溶接焼けがなんかかっこいいみたいな勘違いしてる人も中にはいるんですけど、溶接焼けって結局その不動体膜がなくなっちゃってる状態なんで、そこから腐食が進んじゃったりするんですよね。でそれを復元させるために膜がダメになってるところを削り取ったりだとか、電解研磨って言ってその酸性の液体つけて電気流してその不動体膜を復活させる方法なんかもあるんですけど、これが全部復元されてるという。耐久性も非常に高いし、このビジュアル的にもバッチリなものになってる。で、まあ、10年経ってもピカピカらしいです。だちょっと溶接焼けかっこいいっていうのは間違いです。またちょっとチタンの溶接焼けと違いますけどね。基本的にステンレスのマフラーで溶接焼けでこう茶色い線が入ってるのは、まあ、ちょっと品質的にはあまりよろしくない。でもうカプリストは究極を求めてますんで、こんな感じになってます。あ、これ全部売れてるマフラー、在庫じゃないんだ。はあ、だからもう世界中にここからデリバリーされるみたいです。そしてこちらがパワーチェックを行う部屋でございます。基本的にカプリストの製品は全部ここでパワーチェックがなされて、確実にパワーが上がるのを確認してから、まあ、販売されているということで、なんちゃってのその音を求めてるわけでもないし、その音質を求めてるわけでもないんで、まあ、基本的に性能がちゃんとついてくるような設計になっております。でここで車をちゃんと回してパワーが出るかを全部チェックしてから製品化されていると。
だからなんか抜けが悪くなっちゃって遅くなっちゃったとかパワーダウンするってことは基本的にカプリッツの製品の場合はないようになってる。だこういうのって結構写真だってもう場所だけ借りてやってたりとかするところも多いと思うんですけど、カプリッツの場合は全部自社で入ってるということです。でまあご存知の方も多いと思うんですけど、今時の車ってやっぱりマフラーだけ変えちゃうと、まあ、ちょっとそのマフラーの抜けがおかしいですよっていうチェックランプがついたりしっかりパワーが出なかったりすることもあるみたいなんで、まあ、カプリッツは今 ECU の、開発にも取り組んでるそうです。まあ、それをやることによって、まあ、より、まあ、安全にしっかりパワーが出せるという、まあ、F8 なんかだと特に812とかもそうかな、まあ、後期になると、もうマフラーとコンピューターセットでやらないとまあ、交換ができないなんていうのを、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、当然カプリッツもその辺しっかり取り組んでるみたいです。 For example, this is other parts for Canon. あれ？ Yeah. これ日本行きだった。あ、日本行き、oh. ラガーコーポレーションじゃなかったら笑っちゃうこの山は全部日本行きのカプリッツのパーツです。 This is from him. Oh, yeah. で、こっちでパッキングもやってます。 yeah.There is a special packaging material to save the damage. その輸送中にダメージがないように専用のパッキングマシンでこのウレタン充填してその形になるようにしてこのパッキングマシンでやってる。これはあのいろんなヨーロッパのメーカー見せてもらったんですけど、一流のところはみんな入ってる。だパッケージとかその段ボールとかでもその製品のクオリティっていうのはまあ感じ取れるような。だからもうとにかくこのしっかりとした梱包なんで、まあ、そのに伴うというかそれに見合った中身という感じです。本来は在庫置き場らしいんですけど、もう回転が早すぎてもう全部これが出荷されるものになってるそうです。そうだよね、前回来た時ここが在庫置き場でブワーってこうマフラーがあったんですけど、あっ、サイドパネル、カーボンファイバーパーツ、これかっこいいね。オリオンパッパーのダクトのところのここのフィンがカプリッツのパーツで、この下もサイドフィンアダプターもカプリッツのやつ、この立ち上がるデザインです。もちろんそのドライカーブクオリティもめちゃくちゃ良さそうです。 For now we see everything in carbon glossy, but for sure you can have it also in matte. で今リアのめちゃくちゃ人気商品、フェラーリの屋根開きモデルの一番の問題点、エンジンが見えない問題を解決できるガラスのエンジン、こちらは今インストール中みたいで見えるんで、中もカーボンパーツも全部カプリッツのカーボンパーツでエンジンルームがドレスアップで、これガラスもちゃんと E マーク入ってるんで、まあ、その辺も安心して使ってもらえる。これボンドでも結構取り付けていいからおすすめ商品で、これがカプリッツのミスターカプリッツの車で、なおかつデモカーでもある SF90。 Yeah, for example, now for the mirror caps, this is the one. Maybe you see the difference in the original red, yeah, and the carbon in here. F8 カーボンのミラーカバーもできるみたいです。これもだから見てください、このクオリティの高さ。なんかもう歪んでるとか全くない。Are the same for 458 and 488 and 488 piston.But the pots are different of the E. ここから上が共通で、ここから下が4パッパーとか458のピスタンと全部違うみたいな。We make this rear spoiler is also from us. これこんなに造形エグいんだね。ディフューザーもこの流れるようなデザインで、もう全部フルドライカーボンのカプリッツのディフューザー、そしてマフラーも持ってる。The car.Yeah, that's two versions. 向こうはカーボンむき出しのエンジンフードカバーで、こっちはまあカーボンなんですけどペイントされてボディ同色になってる、カプリッツのエンジンフードカバー、そしてこれもしっかりエンジンが見えるようになってる。これかっこいいね。全然かっこよくなるね、これ。これディフューザーもすごい。Now we can look in the engine compartment. わわわわ、すごい。And the data box inside is also carbon fiber structure polished, yeah. And outside painting for the colors. 全部カーボンで、ここも全部カーボンになってる。これ純正みたいだね。もうクオリティが。でカーボンもちゃんと全部純正の平織りに全部合わせて、目のサイズも多分一緒じゃないから、全部合わせてあるんで、
すげえ、これ売れるんじゃないの日本で。欲しいって言う人多分結構いると思います。ディフューザーもかっこいいね、この白っぽい。でそのカーボンの加工技術もそのレーザーカッターもあるんで、ちゃんとカプリストのロゴも抜いてあったりとか、まあ、この辺なんかも全部自社でやってるんで非常にクオリティが高い。でまたこのでかいカーボンパーツがワンピースでちゃんと製造できるっていうのがすごい。もう一切曲がってないもんね、でもね。置いとこう。それも今 P エクスプレスになってます。P エクスプレスの、そうだ、樹脂がちょっとね、こうゴミが入ってたりね、白くなっちゃってたりね、だいたいこのカーボンのつなぎ目がおかしかったりね。で、このハイマウントガッタガタになってしまう。でも、いいの見てる人はそういうのすぐ分かっちゃうからね。まずこういうところ見ます。そうだね。そういうの見慣れてる人はすぐ分かっちゃうから、やっぱり妥協せずこういうしっかりしたものを E マーク取ってるっていうのは安全性の問題でもやっぱりこの。I think we will do the side skills, yeah, and the front bumper. And we'll、フロントバンパーとサイドスカートを開発中みたいです。Yeah. Looks very aggressive. The one aluminium block you have seen on the machine.アルミニウムのブロックがあったやろっつって、あれやで。ちなみに社長の奥さんの。あ、そうなんだ。これミスターカープリストのワイフの車。どうなってんの SF ラインWhat do you think? Only our downpipe. 純正らしい。あ、そうなんだ。Only the downpipe because you have the most sound with the downpipe. もともと直管だったのを純正に後ろ戻してダウンパイプ入れてる。ターボ GD の音が聞けるみたいです。やばい。やばい。あ、でちゃんと締めればボリューム自体はすごく変わってる。ただ音がすごい乾いてる。やば。これダウンパイプだけでこれになるんだね。でこれだったらチェックランプもつかない仕様みたいです。あ、そうなんだ。やっぱりじゃあカイエンとか、まあ、もう車ベースが一緒だからね。 RSQ8 あの辺なんか全部一緒みたいです。だちょっと音質的にはだから本当に近い音質になる可能性が、ウルスもいいじゃんってこと。でチェックランプもつかないでしょ。すげえ。これ色もかっこいいな。そしてあっちにはフェラーリコレクターでもある社長の好きな馬のエンブレムがあって、こっちはオフィシャルパートナーのランボルギーの牛があると。すごい。この街全体は非常にそのデュッセルドルフが大体1時間半ぐらいかなの非常にのどかなところなんですけど、もうこののどかなところで究極のものづくりが行われてるみたいです。お分かりいただけますでしょうか。全然高い建物とか全然ない、工業地帯っていう感じでもないんですけど、こののどかなこの雰囲気の場所でとんでもない究極を求めたものづくりが、だちょっとなんか規模はまあいろいろあると思うんですけど、ちょっとやっぱりドイツのものづくり、まあ、テックアートもそうだしブラバスもそうだし、なんかすごいやっぱりこう働いてる人の志というか、ちょっとテンションがちょっと違う。
さあそんなわけでカプリストオートモーティブの内部に潜入してどんなことをやってるかお届けしました。まあ最初マフラー屋さんなんていう紹介のさせ方してもらったんですけど、基本的にはもうマフラーとかあとエアロパーツなんかを中心にやってますけど、もう本当に車全体を見据えたいろんな究極のものづくりをやってるメーカーでした。もう本当にいろんなメーカー、あると思うんですけども、マフラー一つとっても例えばその音質を求めてるメーカー、音量を求めてるメーカー、ビジュアルを求めてるメーカー、いろいろあるんですけど、もうこのカプリストに関してはもうマフラーっていうもう基本性能に立ち返ってもう純正をグレードアップさせるようなものを作るメーカーでしょ。そしてエアロパーツに関しても今後より需要増が見込まれてますんで、まあ、純正で満足できない方へ向けて、まあ、いろんな特にスパイダーなのガラスフードなんかも非常におすすめな製品ですので、まあ、これからいろいろもっと魅力的な製品が出てくるんじゃないかなと思います。でもちろんボンドグループ各店でエアロパーツ、マフラー取り扱ってますのでぜひお問い合わせください。というわけでボンドチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。